キングプリンス、ベニュー101で3曲披露藤原桜、カメレオンライムウーピーパイも登場。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス、藤原桜、 カメレオンライムズーピーパイが5月20日22時55分より NHK 総合で放送されるメニュー101に生出演する。キングプリンスを平野市用、長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太の5人が揃ってメニュー101に出演するのは今回が最後。デビュー曲、シンデレラガール、クレバ提供の1番、ティアラ。 キングプリンスファンの故障への感謝を込めた最新曲、ビューティフルフラワーを披露し、NHK での思い出を語る。さらにこれまでの NHK 紅白歌合戦出演時のアーカイブ映像も紹介される。藤原はライブで欠かせないアイテムを紹介し、斎藤和義との共作曲、話そうよ、お歌唱。 カメレオンライムウーピーパイは話題のニューカマーを紹介するカミングアップのコーナーに登場し5月17日にリリースするファーストアルバムオリンジにも収録されるシングル曲ラブユーをパフォーマンスする米印高橋山の講ははしごたかが正式表記 四角 NHK 総合、メニュー101、2023年5月20日土22時55分ケラ23時30分小なり出演者大なりキングプリンス藤原桜、カメレオンライムウーピーパイ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。